どうもいつもお世話になっております。今回は、エデン零式2層の攻略動画になります。早期の攻略動画になりますので、今後、新しい方法が出てきましたら、そちらを参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは、まず、我々の固定で用いた3階と、マーカーの一例をお図示します。では、はじめに基本情報です。このボスは、4足歩行状態と2足歩行状態があり、使用する技が若干異なります。また、4足歩行から2足歩行に移行するときには、ボス中心の遠範囲攻撃が来て、2足歩行から4足歩行に戻るときには、ボスからノックバック攻撃が来ます。それでは本編に行きましょう。ディープシャドウの場、全体攻撃です。インプローション4足歩行時のみ。鍵が出て、ボスの技を実行してきますので、ボスのモーションから、前方範囲か後方範囲かを判断し、影から方向を判断します。首を上げていますので、影方向からの前方範囲です。もう一つのパターンは、尻尾を上げて後方範囲になります。ボスが立ち上がり剣を持ち、ボス中心の円範囲が来ます。剣を持って立ち上がったら離れます。ギガスラッシュ、二足歩行時のみ。前後左右どこかに鍵が出て、そこから、ボスの技を実行してきます。ギガスラッシュは、左右どちらかフィールド半分が範囲の攻撃です。アンブラスマッシュ。ヘイト1位に、今砲ダメ増加デバフとともに、4連続攻撃です。無敵受けをし、タンクスイッチしましょう。シャドウスラッシュ、オア、シャドウアンリーシュ。ヘイト1位に緑マーカーがつき、スラッシュかアンリーシュのどちらかが来ます。スラッシュなら一人受け、アンリーシュなら、デバフタンク以外で頭割りをします。シャドウクリーブ。全員に、ボスから直線範囲攻撃が来るので、8方向3回します。さらに直線範囲を受けたところの背後に、プレイヤーの影が湧き、線で繋がります。この影は、1から3の番号が2名ずつ付与されることがあり、影の前に行くと前方を見範囲が来ますので注意です。影を見たら中央に集まります。ダブルスペル。全部で3回頭割りが来ますので、ボス下で受けましょう。また、この時、影に番号がつくことがあり、頭割りの順番にリンクしていて、順番にプレイヤーにダメージが来ます。自分の影の番号を確認し、自分の番号の頭割りの回だけ頭割りから抜けておきましょう。外周に8方向3回し、ボスからの範囲を受けたら中央へ戻ります。この時、自分の影の番号を見ておきます。1がつきましたので、頭割り1回目を抜けておきます。頭割り1回目が終わったので、頭割りに入りに行きます。影の応命。映像が終わったら、現在いる背後に、プレイヤーの影が出現し、前方奥義範囲を打ってきます。いろいろな方法があると思いますが、背面に集まって捨てるので、問題ないです。アンブラスマッシュ。無敵受けをし、タンクスイッチしましょう。シャドウスラッシュ、オア、シャドウアンリーシュ。スラッシュなら一人受け。アンリーシュなら頭割りをします。影の重木。2つのパターンを図示します。タンクヒラオは DPS 4人に、それぞれ東西南北を向いたボスの影がつきます。剣を上げた手の方向からギガスラッシュが来るので、左手が上がったら時計、右手が上がったら反時計など決めておくと楽にできるかもしれませんね。ギガスラッシュ。左右どちらかのフィールド範囲攻撃。ギガスラッシュの映像終了間際に影がついたプレイヤーはバインドされ、影の位置が確定します。これは、左手が剣を持っているので、時計回りに影を置きましょう。次に先ほどついていないタンクヒラオは、DPS 4人に影がつき、同様に処理します。右手に剣を持っているので反時計回りですね。
ボスが4足歩行になります。この時ノックバックが来ますので無効スキルを使いましょう。アンブラルオーブ。東西南北に1個の紫玉が2つ、3個のオレンジ玉が2つ出現します。これは近いプレイヤーに直線的に飛んできます。紫玉はタンク、オレンジ玉は他の人3人組ずつで処理します。スポーンシャドウ。東西南北に4匹ボスの分身が出現し、1匹だけボスと影でつながっていますので、これを覚えておきます。影武者の栄称で東西南北の分身が時計回りまたは反時計回りに入れ替わっていきます。ただ最後の1回だけ逆に戻ることがあります。最終的に影とつながっていた分身が止まったところから前方広範囲が来ますので、ボスの体半分より後方のアンチへ移動します。その時同時にアンブラルオーブが来ますので、アンチへ避けた際タンク2名は担当の紫玉を直線で受けれる位置に、他の3人組は担当のオレンジを直線で受けれる位置に行きましょう。 B 側の分身に影がつながっていますね。5回時計回りに回り、当たりの分身は C に移動しました。オーブを見つつ、担当のオーブの直線位置に行きます。ディープシャドウの場、全体攻撃です。影潜り。4隅にボスと直線で結ばれてる影と曲がって結ばれている影が2つずつ出現します。直線の影から先に分身が出現し、分身中心の円範囲をしてきます。同時にインプローションでボスの影が出てボスの技を実行してきますので、実質アンチは1つになります。直線で結ばれた分身の範囲が終わったら、次は曲線の方が来ますのでアンチへ移動します。ディープシャドウの場、全体攻撃です。インプローション。ここでは東西南北に純不動で4体影が出現し、ボスの技を実行してきます。ディープシャドウの場、全体攻撃です。ボスが立ち上がりケアを持ちます。その後ボス中心の円範囲が来ます。ケアを持って立ち上がったら離れる。アンブラスマッシュ。無敵受けをしタンクスイッチしましょう。シャドウスラッシュ、オア、シャドウアンリーシュ。スラッシュなら一人受け、アンリーシュなら頭割りをします。ボイドゲート。ボスの前後左右に、2名用の塔が出現します。同時に、影の重木で、タンクヒラオア、DPS に、ボスの影がつきます。ボスの下がアンチになるよう、ギガスラッシュを置きかつ、塔を処理します。左手を上げているので時計ですね。2名用の塔がクロスに出現し、先ほどついていないタンクヒラは DPS に王の影がつきます。順番的には塔を処理した後中央をアンチにするように影を置きに行きますが、とても猶予がないので注意してください。先ほど左手上げていたので2回目は右手の反時計ですね。シャドウスワンプ。8方向に AOE を捨てて中央に戻ります。外周にオーブが出現するので優先度を決めておき、対応するタンクと3人組ずつで処理します。
インプローション。東西南北に純不動で4体影が出現し、前方範囲または後方範囲を順番にしてきます。ディープシャドウの場、全体攻撃です。離別の鎖、タンクヒラと DPS が結ばれます。つながった線は離れなければいけないので、北タンクヒラ、南 DPS で分かれます。影潜り4隅にボスと直線で結ばれてる影と曲がって結ばれている影が2つずつ出現します。曲線の影の方で離別の鎖を維持して待機します。アンブラルオーブ、直線の影が爆発してる時にオーブが出現しますので、曲線から直線に移動するときにオーブを担当する方向のアンチに避けましょう。ディープシャドウの場、全体攻撃です。ボスが立ち上がり剣を持ち、ボス中心の円範囲が来ます。シャドウスワンプ、2回目。外周に、図のように AOE を置いて、中央に戻ります。ギガスラッシュ。東西南北に、純不動で4体影が出現し、左範囲、または右範囲を順番にしてきます。ボイドゲートアンプリファイア。2名用の塔が8個出現しますが、16人必要なので、ギミックでできるプレイヤーの影を使って処理することになります。まず、影の沼に入って線をつけます。その後、4隅の塔の前にペアで待機し、影の王名の詠唱を待ちます。詠唱完了後、プレイヤーの背後に影が出現し、その影に塔を踏ませることになります。影が出現後、内周側の塔にペアで入ります。塔を処理後、内周クロスに、また2名用塔が4つ出現しますので、そのままずれて入りたいところですが、シャドウエラプションが来ますので、それが来るまで待機します。足元に AOE が出現したら、塔へ入り待機します。次に、タンクヒラと DPS に、束縛の鎖がつき、近づかなければなりませんので、ついた DPS が、相方のヒラタンクの塔へ移動し、塔と鎖を処理します。自分の捨てた沼に入り、線を付与します。塔が出現し、四隅の塔の前でペアで待機します。影の王名により、塔に影を作れたので、内周の塔へ移動します。塔を処理しても移動せず、エラプションを待ちます。時計回りに移動し、塔の中で待機します。タンクヒラと DPS に近づかないといけない鎖がつくので、DPS が相方の塔へ移動します。アンブラスマッシュ。無敵受けをし、タンクスイッチしましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、少しでもいいなと思っていただけたら、チャンネル登録をお願いします。